ネッツトヨタ広島プレゼンツ地域の宝物を発掘するプロジェクト、ネッツトヨタ広島広島店、営業スタッフ相原さんのおすすめは、サッカー観戦におすすめのパンがありますよ。おお、パンいいね、買っていこうよ。この車電気で走ってるとは思えないぐらいパワフルだよね。ガソリン車とは段違いの加速感なのにすっごく静か。あ、ここじゃない、パン屋さん。ねえ、サッカー見る前に買っていこうよ、うん、こんにちは。うわー、いい香り。いらっしゃいませ。あー、見て、めっちゃちっちゃいパンがある。一つ一つ材料にこだわって作っております。なので材料費はすごくかかってます。見た目もすごくこだわってます。切った時にこのびっくり箱のようにこうわーっていう楽しみを持ってもらいたかったので、2つの渦巻きにこだわっていて、すごく時間をかけて作ってます。で、一気に作るのに 2,3 日ちょっと熟成発酵させながら、その小麦や素材の風味を活かしながら生地を仕上げていくという方法で、はい、作ってます。今はキャラメルナッツが、はい、販売となってます。中にはキャラメルのクリームが入っていて、でナッツが3種類入ってます。大変人気な商品です。わー、あったかくて気持ちいい。ねえ、せっかくだから外で食べよう。うん、おいしそう。どう？うん、しっとりもちもちでおいしい。プレーンの食パンをちょっとトーストして、でその上に老舗のお好み焼き屋さんでお願いして作ってもらったお好みをこう乗せてパンに合うように作ってます。今イベントにいろいろ出てるんですけど、広島だけではなく他県の方々に知っていただきたいなっていうのがあって、キューザベーカリーねって知ってるって言っていただけるように頑張っていきたいなと思います。ネッツトヨタ広島で宝物をゲット。サンフレッチェ広島の観戦ペアチケットなど63人に豪華プレゼント。さらに4月20日21日ネッツトヨタ広島広島店でサッカースタジアム周辺のいいものが集まったイベントを開催します。イベントの詳細や応募方法はネッツトヨタ広島のホームページをご覧ください。すっごい肉肉しい、本当に美味しい。